こいつが長いですね。うん、なんで、これ全部渡すんで、うまいこと。さすが、石言ったら10で返していただきます。さすがです、ありがとうございます。10まで言われるのよろしい。サーブはサーブ。嬉しい。触ってよ、サーブは。サーブしよう。痛い。桜井氏、はい、ちゃんと動画撮っとけって俺が殴られると思う。もう撮っていますよ。おー、いいね。もう15分経ってます。よし。全然使えんじゃん。僕はね、すぐ気づかず、プロだし。なんか、ここにお皿が置いてあるなって話しても、分かったんですね。回ってると思うから、それなくなりますよ。いや、違う違う違う、いや、喋れるって選ぶのがいいんですよ、最初の話。さっきのチョコの話じゃなかったですよね、今。どうでもいい話は使われないです。結構ギリギリのとこじゃないと使ってもらえないです。選ぶのがちゃんと。何をしているのか聞いてもらって何してるんですか。何をしているかというと、男のロマンを作っています。これはどういったものか、そして説明してあげてください。ご視聴者様に。パトレーバーに出てきそうです。パトレーバー知ってるんですか。はい、何で知ってますか。お父さんが見てました。楽しい工作シリーズナンバー256、重心移動歩行ロボット工作セット、はめ込み飛び数止めだけの優しい組み立て、34系電池2本使用、モーター付き、全長約 85mm、 全幅全約 130mm、 全高約 107mm。 OK、 組み立てレベル3。何段階中ですか。5。おー、これ結構難しいですね。え、ああ、これは3ってことだよ。痛い痛い痛い、構えてなかった。不意打ち。なんと赤身があるじゃないですか。表情作れるの。これは桜井氏に任せてください。任せてください。どこに貼るんでしょう。これはでもちょっと男心をくすぐりますね。タミヤの工作セットもくすぐるし、このね、近未来ロボットみたいなものね、これがいいよね。ちょっとプラモデル作りたくなりますね。絶対作るんですか。いや、作るようになるんです。あ、どっちか作んないけど。そう、合ってるんですか。合ってます、合ってます。え、逆です。しまった。これネタっすよ、ネタ。なんで気づくかなって。気づいたっすね。面白いところは多分取られてない。こちら、高橋さん、動いてるの見たことありますか。ないです。あ、本当ですか。あるんですか。僕があります。本当ですか。言わないですけど。うわ、事件だ。できました。事件。できました。できんすか。マックナゲット食べてきます。ああ、食べてください。ロコロチーム。ロコ食べました。僕も食べました。僕食べました。食べました。うん。おお。二店舗ぐらいで食いました。そうなの。マックと米だこ。あ、えね、米だこもあるんですか。シラクロック。やっちゃってます。捕まえるとこ。竹ですね。はい。今の横浜の人とは思えないの。捕まえますか。自然すぎでしょ。そう、女のロマンを持ってきてもらっていいですか。自腹で買いました。歌です。嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいです。先生、最後祈って込んでいただけますか。お待ちください。ぜひお願いします。お願いします。はい、お願いします。頑張ります。おー、いいじゃないですか。寝起きのみんなです。それいらないじゃないですか。なんか前を読んだやつダサいですよ。壁に当たったら。まあ、なくても最後ですよ。はい、完成。
大事なものは止めそうっすね。なか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 ですな。なかなかですね。桜井市の走りを見に行きますか。そうですね、うん、では行きますね、はい、よろしいですか。はい、スタートします。だいぶすごいだいぶすごいっすな。面白くて涙出る。下グリップするとダメなんじゃないまさか。滑り込みが高すぎる。グリップは高すぎるですね。引っかかるんですわこれ。では行きます。これ動画にしてもいいですかね。大丈夫なんですかね。カメラさん壊れないですかねこれ。桜井氏、桜井氏、なんとランチボックスが完成したらしいじゃないですか。お披露目会をただいまから開催させていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日はお寒い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。この度ですね、桜井、レディオバカに約3年勤めまして、2年ですかね、3年です、3年ですね、勤めまして、ようやく自身の手でラジコンカーを1台完成することができました。これもひとえに応援してくださる皆様のご支援とご声援の賜物でございます。それではそのランチボックス、いよいよ発表させていただきたいと思います。ただ風に揺られて何も考えずに、ただ雲を眺めて、雲もいいよね、誰しも何かしら使命を抱えてる、ただそれだけだ。どう見ても未完成じゃないですか。いやいや、カメムシバーサスカマキリ、もちろんそれはハリガネムシに洗脳されてるカマキリ。そうで、もちろんカマキリです。これは洗脳されてるんじゃなくて、ハリガネムシがカマキリの本体です。知ってました？え？これ何食べてるんですか？レタスが食べて、もともとランチボックスって白色だったじゃないですか、はい、剥げたんですよ。なるほど、本当にこれで完成でいいんですか？多分なんか付け足すと思います、はい、この力尽きたって書いてるんですか、はい、書きたくなくなっちゃう。でもこのカラーもう狙ってやりましたと言われれば、狙ったようなグラデーションに見えなくもない。これワンチャン問題ありますよ。ないっすね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 。ないっすわ。ないです。ということで、桜井氏、これをお一人で作っていかがでしたか？大変でした。楽しかった。はい。難しかった。はい。お腹が空いた。わかりました。じゃあ、次回、いよいよこのランチボックスが走るということで。どこで走りますか？でもあそこも結構ぬるいところ行きますな。え？あっち？あっち？あっち？もう湖。でこれ行くの？やめときましょうか。そうっすね。ああ。ちょっと待って。冬ですからね。もう晴れる日ないっすからね。ないっすね。春っすか。こんなわけで、はい。春キャベツってことで春ビンカです。あ、そうっすね。え、走らせないんですかこれ？春キャベツなんて。あれレタスじゃなかった。あ、これレタスですよ。これレタスです。失礼しました。これレタスです。これレタスです。レタスですから。何言ってんの。そういうわけで、
まあ一応一旦春キャベツにしておいて、はい、春キャベツで、冬は冬でまたランチボックスを雪上ランチボックスとか、防水マジで簡単なんで、受信機をなんかやるだけで本当に簡単なんで、はい、じゃあ、はい、浮きのと、はい、でその間ですよ、何か作りますか、何作りましょう、デデン予告アソシエイテッツちょっとレベル上がりすぎじゃないですか、まだ良くもあります、そうそう、今結論出さないでいきましょう、まあ、何か考えましょう、なんかでそんな感じ、4ヶ月、5ヶ月、来年の春キャベツ、あ、再来年の春キャベツ、春キャベツで、春キャベツで行きましょう、はい、はい、春キャベツをよろしくお願いします、よろしくお願いします、今日はありがとうございました、ありがとう、今日はおめでとうございます、あ、ありがとうございます、今日はおめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、編集点ないですか